塚基地。もう戦場だね。これだよサイクロプス。な、何この数。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。ミッションプランを開始。そりゃあこのアラスタ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置？長兵にできることが戦うことだけなんだ。ランダムマイスター。アレルヤ・ハプテズム君。彼はソレスタルビーイングのアリオス・ガンダム。こちらソレスタルビーイングサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい？了解です、急ぎましょう。この基地自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。でもマイスターの戦場はここじゃない。トレミーまで小隊長さんが先導するからね。前衛は任せた。アレルヤ・ハプティズム、目標を迎撃する。小隊長、隔壁を開けながら進んで。敵襲。西暦の時代だけじゃなく宇宙世紀からもプレーグ現象が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史、関連性はあるのかしら。くらえ。そこ、いなくなれ。そこだ。アレル、さすがだな。彼らの目的は何だろう。確かオペレーションスピットブレイク。このアラスタ基地、地球連合軍最高司令部、通称ジョシュアの制圧作戦で、ザフと地上軍の大半が釣り込まれている。一気に戦争を終わらせるために。それを一網打尽にするのがサイクロプス。爆弾なの？簡単に言うと特大のマイクロ波発生用装置。輻射熱で周囲の水分の発生を加熱させる。で、あの大きさと数に爆発するまで分回したら。まさかマイクロ波加熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロのクレーターになる。そこだ。小隊長さん、アレリア君急いで。サイクロプスが稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。アリオスガンダムのブレイク反応。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら、今の僕には戦う理由がある。ガンダムマイスターが消えた。自分の意志でブレイクアウトしたの。でもそんなことが。サクラ、問題があるの？大丈夫。さあ、この先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダム、何かあるの？おっかー！そこだ！やめじゃん。すぐに撤退だ。たとえジャブルを落とせたとしても、それで戦争が終わるとは思えない。ワークエンジェルが撃沈。それにアプタロス3。アプタロスってジオンのモビルアーマー。そのこのポイントか。八丁台出るぞ。八丁台って第 08MS 状態？じゃあこの角のないガンダムは陸戦型ガンダムの回収機。アイマサハリなんだろ、覚えていないか。俺だ、シロー・アマだ。生きているなら返事をしてくれ。シロー、シロー・アマだ。覚えていてくれたか。無事でよかった。また会えるなんて思わなかった。アマダ少尉、この基地はもうすぐ自爆します。救出を急いでください。なんだって。シロ、このままでは。嫌だ、死ぬのも生きるのも二人。もう撤退してください、危険です。諦めるな、希望はある。
アマダ少尉、そんなこと言ったって。アイナ好きだ。シロ、シロ口オプスラス3がブレイクアウト、 EG8 も一緒に。どうやって、すごいこと言ってたけど、これってチャンスでしょ、サクラ。そうか、私たちもブレイクアウト処理を。状況は前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。僕もこの戦いに参加させてもらう。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションにとって状況に違いはあるの？敵はザット軍だけみたいだけど。アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方なの？ムーラ・フラガ少佐、エンデュミオンに魚人形を持つエース、吠えれるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ艦長。すぐに撤退だ。ブレイクミッションの時にその直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは。誰にも知らされてないよ、味方にもね。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは溶鉱炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんな、そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの。アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。そこだ、開ける。最後の手段を使う。自爆だ。了解してます。
参加します。オズゴロス級潜水母艦は厄介だよね。耐久性能が高くてアークエンジェル掘れない。水面に顔を出してる潜水艦ね。小隊長、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。小隊長、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがヤバい。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない、アークエンジェルの水力が明らかに低下してる。回避運動急いで。このままじゃ持たない。お、トゥルーミッション成立確認。クリオ、上から。アークエンジェル、こちらキラヤマト、援護します。今のうちに体感を。マリウさん、早く体感を。あの機体、本当にキラなのか。間違いない、フリーダムガンダム。これで歴史がつながった。キラヤマト君、応答願います。え、ユノさんにサクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルがおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの退路を確保して。ザフト、連合、両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信を。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。彼が全ての人を助けようというの。何かをなそうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立しうるのがあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここは乗るしかないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。小隊長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。誰も。よし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。機関最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジェルを追って。小隊長さんたちは。私たちもすぐに離脱します。心配無用。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。会話だ。ここでやられるわけにはいかない。ここがラスの市街地だね。状況がわからない、急ぎましょう。ちょっと待って、ブレイク反応。援護する。あんたは好き勝手やっていいよ。ミッションプランを開始。こちら TDR シエフ。サービーコンドム、ガンダムマイスター?アローズのジンクス。このミッションにブレイクインしてるのは、ガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のモビルスーツ軍ね。ラサの戦いに介入されたりしたらまずいよ。アローズの卑劣な行為を黙って見ているわけにはいかない。ティエリアさん、トレミンを探す前に力を貸してください。目的が同じであれば共闘は合理的だ。小隊長さん、マイスターと一緒にアローズを押し返しつつ市街地へ急いで。ガンタンクの配置急げ。遅いぞ、8小隊。私たちが08小隊の役割をしなきゃいけないみたいだね。今目の前の敵のことだけを考える。了解です。ガンタンクを守りつつ確保撃破よ。小隊長、情報に熱源。あれはさあ仕掛けさせてもらうぞ。いただく。ガンタンクだ。モビルスーツ隊、展開しろ。アイナ様のためにもここで足止めする。なんだ、ここは脱がせん。圧
という間に2機。ランバラルターに攻めちゃう。マイ、これは再設計された B3 タイプ。本物のエースのためのモビルスーツ。今やガンタンクが危ない。死守する。おびえろ。スクメイ、マシンの性能を生かせぬまま死んでゆけ。よまいごと。招待者、守れちゃダメ。ゼロ八招待がいない今、私たちが全部隊で敵を叩く。敵の陣形を崩すぞ。ふん、甘いわ。そこ、さすがだな。ガットランナーで有力に縛られおって。何、平面的な考えしかできない平時人。アイラ様の望みがケルゲレンの脱出なら、それを助けるのが軍人としての私の役目。ケルゲレン、それにアイラ様って。ザンジバル級機動巡洋艦ケルゲレン、マサ基地から脱出する病院船よ。そしてアイラ様は天田少尉が語り合おうとした時、ノリス大佐はその育ての親なんだよ。このため、仲間のため、それが戦う理由。やるじゃん。諦めてないからこそ。まだ動く。甘いわ。ほら、動くな。落ちるな。あれ、そこだ。すでに覚悟はできている。貴様も道連れだ。死ぬわけにはいかない。計画のためにも、そしてロックオンのためにも。ふん、このままなすことなく消えるがいい。断る。ロックオン、誰のことなの？4年前戦死したガンダムマイスターの一人、ティエリア君に似た背負うものがあるんだよ。僕を導いてくれ、ロックオン。互いに背負うね。ブレイクゲーションはそういったものが引き合って発生しているんだ。次で終わりだ。ダーッ、甘いわ。そこ、おう、楽しませてくれる。遊びの時間は終わりだ。次で仕留める。どれだけ攻めてこようと。甘いな。その程度では私は倒せん。でも、もう機体は限界が近いはずだよ。小隊長、ティエリアさん、押し切って。これでケルゲレンの脱出を邪魔する者はなくなった。勝ったぞ。やられた。私たちを除いて味方は全滅。ティエリアさん、小隊長、気を落とさないで。ここが落ちるのも時間の問題か。撤退する。グフの離脱を確認。敵が増えようが関係ない。待って、この状況を見ているイノベーターがいる。何だと？気をつけて、いつ仕掛けてくるかわからない。どこだ、どこに隠れている。そこ、邪魔で。そこだ。おら、クソ、まだか。消えろ。うわぁ、イノベーターに背いたことをあの世で後悔するのだな。また攻撃してくるか、イノベーター。小隊長さん、あのモビルスーツはガラッと。接近戦が得意な機体だから注意して。それにしても高みの見物とは趣味が悪いね。人間はどうしてこうも愚かなのか。誰かを守るための戦いをバカにしないで。貴様は許すわけにはいかない。我々の障害となる敵は殲滅。まだなのか。相
相手が誰であろうと我々の敵ではない。そうやって人を見下し続けるから分かり合えない。これ以上先には通さない。僕は自分の信じた道を歩む。愚かだと言われようがガムシャラなまでやらせるものか。ティエリアさんの気迫がすごい。うん、彼には人事じゃないんだよ。ガンダムマイスターとして、それともさすがだな。やってくれる。しかしこれ以上はやらせん。邪魔をするな。ティエリアさん、何、敵にこれほどの力があると。人類を導くのではなく、人類と共に未来を作る。それが僕たちイノベイドのあるべき道だ。今何て言ったの？もしかして彼はガンダムマイスターの謎は正しい歴史の中で知った方がいいかな、ルネーさん。あてる。無念だ。ここまでか。チリと消えろ。イノベーターがブレイクアウトに成功。さすがソレスタルビーイング。そうさ、僕たちはガンダムで世界の歪みを破壊する。セラビーガンダムもブレイクアウトしたね。密度の濃い紫外線だったね。まだまだ、あとはゼロ八正体を帰還させて兵士を成立させる仕事が残ってるよ。敵味方が分かり合う。私に何かできることはないかしら。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。の全滅と引き換えにね。援護する。あんたは好き勝手やっていいよ。ミッションプランを開始。アイナ、待っていてくれ。すぐに行く。敵の新型モビルアーマーはこの先です。アマダ少尉、君たちはギャザーロード隊の今回私たちはゼロ八正体じゃないよ。久々に正式な舞台名で呼ばれた気がする。俺に付き合う必要はない。俺は軍を抜けた身だ。アマダ少尉、敵前逃亡は中殺じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜそこまで。アマダ少尉さんはそういう心根の人だから。でもそれが歴史を作るんだよ。そこだ。少尉、どうして軍を抜けるなんて。敵味方に分かれて戦ってはいてもいい人間はいる。分かり合えるんだ。俺にはそれがこの苦烈な戦争でのただ一つの希望だと思っている。でも私たちは戦争をしているんですよ。ユノ姉さん、ガンダムの乗り込みは多いんだよ。こういう信念を持つ人がみんなを巻き込んでしまって本当にすまない。それがガンダムに選ばれるということ。敵モビルアーマー、アプサル3の出撃を確認。攻撃を開始。アイナが。サクラ、通信を傍受して。連邦に次ぐモビルアーマーのパイロットアイナ・サハリンです。私は一時休戦を申し入れます。直ちに攻撃を中止してください。バカな。ケルゲレンが無事に脱出できればそれでいい。威嚇するだけで十分です。攻撃を外して交渉を。
やっぱりアイナだ。これがアイナの戦い方なんだ。これから基地の傷病兵を乗せた艦を脱出させます。お願いです。その間だけ攻撃をやめてください。貴様、見ていてください。これが私のせ。うるさいハエが飛んでいるようだな。お兄様、目障りだ。アイナ、誰と一緒なんだ。キニアス・サハリンの技術少将です。アプサルスの開発者で、彼女のお兄さん。あの懐中時計の写真に写っていた実の兄。アイナは私の前に出てくるとは。すぐに楽にしてやる。そこ、直撃させる。消えてもらう。私の夢の障害になるものは全て。アイナ、やめるんだ。俺たちがどうして戦わなければならない。この人、私の身を案じて。正気か。連邦の人間を信用するなと。お前だとて敵の冷酷さは分かったはずだ。でも復讐したからといって兵が生き返るわけもない。どうやらお前とは言葉が通じないようだな。あなたともうずっと前から私には。貴様、愛など粘膜が作り出す幻想に過ぎん。母様もそうやった。己、投降しましょう。そして楽になりましょう。貴様、忠誠、まさか貴様なのか。お前のせいで妹は死ななければならなかった。撃ってるか、実の妹を。まさか、ありえん。アイナを返せ。目を覚ましてくれ。死ぬな、アイナ。嘘だろ、そんな。一緒になれた。生きていた、アイナが生きていた。弾は止まっている。兄がくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にしてやる。兄が妹を殺し、俺はお前を。アマド少尉、アイナさんを連れて下がってください。ここはギャザーロード隊に任せて。ウノ姉さん、ちょっと。すまない、ありがとう。何やってんの。ブルーミッションなんだよ。私たちが成立させる。招待状。ジオン公国の栄光のため、我がサハリン家繁栄のために、無念の炎に焼かれ灰となれ。私の夢、受け取れ。バカな、この私が、私が。そこだ。バカな、我が夢、ここで朽ち果てるというのか。アプサラス3、撃破確認。これで手術が成立するはず。管理システムからの警告はなし。兵士との会話は自動修復モードで対処。さくら、ごめん、やっぱり成り立たなかった。ロコボとは後でするとして、トゥルーミッションの再登録はできそうだよ。ともかくブレイクアウトするね。少しだけ歴史をねじ曲げちゃったのね、私。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。白天田少尉出ます。
スの捜索隊だね。プトレマイオス2は無事なの？だと思うんだけど、正直わかんないんだよね。よし、出撃するぞ。みんな準備はいいか？無理はするな。場所は史実によって決まってるんじゃないの？そのはずなんだけど、ブレイク現象でずれたかも。ミッションデータの欠損も激しいんだよ。何がどこにあって、何が欠けてるのやら。招待状、もう足で探すしかないわ。行け！落ちる！完全な時に。クソ、まだか、そこ。落ちる。未確認機発見。ソレスタルビーイングか。今の私たちってソレスタルビーイングのサポート部隊だからね。とはいえ、私たちはレーダーにリンクできるわけじゃないけど。確か量子コンピュータ、そこから計画案を伝えられるんだっけ。イオリア計画の全貌についてはなぜかデータベースの閲覧許可が出ないけどね。ソレスタルビーイングの機体を発見。奴らの母艦が近いぞ。捜索隊に連絡しよう。いや、私たちも分かってないから。サクラ、トレニーはどのあたりなの？ミッションのデータスキャン中。おかしいな。特定不能。コズミックイラのモビルスーツもいるけど、他の歴史からのブレイク現象が影響してる。するために作られた存在。敵も味方もレーダーの思惑で動いてる。イオリア計画の最終的な目的は何なの？リム姉さん、混乱中のところごめん。
ここで仕留めさせてもらうよ。思いだけでも力だけでもやらせはしない。なんだガンダム ZGMFX-10A フリーダム、キラヤマト君の復活だよ。戦艦が一隻オーバーフローするほどの巨大な干渉データはガンダムだったんだ。ここは、それに君たちは、こちらアークエンジェルのサポート部隊、ジョシアまで誘導します。大丈夫なの？彼はこれまで、これ以上はやらせない。やめてくれ、もう傷つけたくはないんだ。なめるな。キラ君、イノベイターの使命のために戦ってる。だから分かってる、分かってはいるんだ。愚かだね。こいつでどうだ。当たれ。この僕に傷をつけたこと、いずれ後悔することになる。君が何者かは知らない、邪魔をしないでくれ。僕には行くべきところがあるんだ。その行為の愚かさを僕が教えてあげるよ。僕が人間などに遅れを取るとは。敵機の撤退を確認。さくら、フリーダムをブレイクアウトさせて。了解だよ。キラ君の願いに、行きたいと望む場所に。ありがとう、二人とも。そして小隊長さんも。小隊長さん、お疲れ様。私たちも探さないとね。そうね、このミッションから失われたトレマイオス2のデータを。作戦完了、これより起動する。想定以上か。僕たちが力を合わせれば。キラヤマトです。援護は任せてください。無理はするな。今向こうに着地した機体は、オリオスガンダムとセラビーガンダム。合流しよう。小隊長さん、こちらソレスタルビーイングサポート部隊、ストレマイオス2まで支援します。協力感謝する。無理はするな。でも少し無理して進む必要があるかも。ドレミーが撃沈される前に、僕の仲間を落とさせやしない。守ってみせるんだ。アローズの増援が続々と来てる。物量で押されるとまずい。これ以上の進行は食い止める。味方を見殺しになんかしない。途中でイノベイターの妨害があり得るよ。みんな気をつけて。油断せずに行くぞ。僕にはやれるだけの力がある。そこガンダム、ソレスタルビーイングか。またアローズの増援、何機投入してきてるの。邪魔はさせない、絶対に。そう、私たちがやることは変わらない。小隊長さん、連携して。先日通りミッションを継続する。決める。するとダブルオーライザーを起動させ、ラグランジュ3の敵を退けたものの、アローズが衛星兵器を使用したのを知り、そいつの破壊ミッションに突入。見事打ち倒したから敵の奇襲を受けて地球圏の落下。
地上に不時着。しかも刹那君が乗ったダブルオーライザーとはぐれてしまったというわけ。立ち板に水の解説。そして彼はマリナ王女に会いに行くのね。これはどうだ。いなくなれ。ああ、今だ。バンチに当たってる。僕にはやれるだけだ。ダブルオーライザーっていうのは刹那君のガンダム。 GN ドライブを抜き積んで、さらに支援機オーライザーと合体したガンダムを超えたガンダム。この距離を狙うぐらいガデッサにはたやすいこと。やっぱり来たよ、イノベーターだ。攻撃型撃たせるもんか。ハデリアがいなくても。ガンダムマイスター、他にもいるの？勝負、ハレリア・ハッキズム君。人格連の超人機関技術研究所の実験で生まれたアレリア君はもう一つの人格。なかなか捕まえられない。わざわざ僕たちが出てきたこと感謝するんだね。僕たち？あ、まさか。しまった、クレミーの方に別のイノベーターが向かってる。なんだと。君たちの動きは筒抜けだよ。やらせるか。そこGN で待ってる。どこまでも邪魔をして。動きさえ止めればこのまま一気に行くぞ。急いで団長、トレミーが破壊されたら歴史が変わっちゃう。かな。バカ。そこだ、やらせてもらう。僕は生きてみせる。敵モビルスーツの損傷台、このまま押し切って。小隊長さん、ガンダムマイスターズ。ほら、ここで仕留めさせてもらうよ。梅雨払いをさせてもらうよ。くそ、まだか。沈め。まだな。当てる。ここで仕留め。そこだ、そこ。ここは撤退するしかないようだ。ガデッサ、撤退します。この先にトレミーがいるはず。急ぎましょう。ヤツらだ、包囲するんだ。応援を要請しろ。こいつ、敵の増援か。苦しい時に。こりゃトレミーの船もどうなってるか。総隊長、なんとしても突破して。邪魔はさせない。したくないけど。なんとしても持ちこたえて。信じるのよ、みんなを。トレミー発見。戦術予報士スメラギル・イリエガさんも無事だね。でも敵の攻撃が始まってる。このままじゃ船体が持たない。無駄な戦いをするつもりはない。早々に終わらせる。やっぱりもう一機、近接タイプのやつね。人類のために不要な存在は排除する。イノベイター、やらせはしない。人間を何も知らずに支配だけを企む者たちなど。未来は私たちで作り出さないと意味がない。少年長、トレマイオス2を。ここで消えてもらうぞ、私の手によって。まだよ。全てはイオリアの計画に即している。同類を撃つとは忍びない。やらねばならぬ使命がある。譲れないものはこちらにもある。イオリアに生み出されながら人類を支配だなんて。押されてる。刹那君たちは戻ってこれないよ。だから彼も今は戦ってるんだってば。アガリスタン王国で。あれ、ミッションに干渉するデータが。これは何、歌が聞こえる。ユリナ・イスマイリさんの作った曲だ。未来を作る子供たちの歌。そうか、時間軸のデータはこれだ。刹那君のこの瞬間戦ってるんだよ。セリフ、
我らに歯向かう意味もわからぬ者どもがやってくれる。しかしこれ以上はやらせない。これ以上僕にさせないでくれ。僕はお前を許さない。僕は人間だ。あの時に誓ったのだ。仲間を守り敵を倒すと。僕たちは負けない。何度戦おうとも。再び世界を変えましょう。未来のために。よかった、トゥルーミッションが成立した。小隊長さん、本当にお疲れ様。歌、未来を作る歌か。僕はもう泣かないって決めたから。P 起動を確認。運用データの検証を開始する。援護する。あんたは好き勝手やっていいよ。一緒に戦えば大丈夫です。行きましょう。ほう、出てきたな小隊長君。それが君のモビルスーツ。ドレスコードはクリアとしておこう。何これ、ガンダムじゃなくてモビルアーマー。人にはドレス着ろって言っておいて、自分は戦車。主催者側の権限とでも思っていただこう。どうしてここで急にモビルアーマーを。総大将、対戦車隊よ。どう戦うかね。ここまでどうしたのかね。まだまだこれからだ。至高の巨大ビーム砲、クク砲にミサイル、思い切り近づくか、距離を離すかした方がいいよ。中途半端な距離は禁物よ、小隊長。さあ、いろいろ試してみてはどうかね。こちらもデータが取れる。それが目的なわけ。あなたが今まで乗っていたガンダムとは関係ないの。私にはそれを答える権限は与えられ。さすが小隊長くんだが、この装甲には手を焼いているようだな。全部が硬いわけじゃないよ。鉄棒部とか中央部のカバーだ。え、攻撃を集中させて動きを止めろ。ちょっと、もっと詳しく。何のことかね。このプラグインP、簡単には倒せん。いえ、ヒントはもらったわ。あなた自身からね。慣れてきたな、小隊長君。攻略法も教わったしね。何のことだ。あなた、私たちを助けたいんじゃないの。できれば、だが人格プログラムのエラーが発生中だ。また混乱する。小隊長さん、今がチャンスだよ。この辺、俺の話をよく聞け、レディー・ヒューナー。またエラー。私の人格データはどうなっている。ハルス、未来を否定する。起こったことは、それが自然なのだよ。人格データ自動修復プログラム実行。プラグイン P 活動限界か。レディユノ、未来を見据える。忘れるな。待ちなさい、もっと具体的に説明を。ユノ姉さん、フィールドデータの力すごい。イリオンステーブルに戻るよ。未来を見据える。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。